ジョイトズパッドャスト変革への道こんにちは、伊藤浄一です。こんにちは、奥井奈々です。今日のゲストは、ジョイさんからご紹介。はい、私の妹の水子ミミニです。こんにちは。よろしくお願いします。ミミさんと、たんよって言われます。ミニさんは、妹さんで、はい、現在カリフォルニア大学アーバー1校。 So, most of my research is on uh, young people and how they use technology for fun, like games, fandom, things like that. And lately, my focus has been on understanding not only what young people do for fun, but how it relates to learning. メディアの学びとラーニングがどうコネクトするかっていうことですかそうですねあの、やっぱりインターネットとか、まあ、オンラインメディアが増えたとともに、若い人たちはあの学校とか親とかだけじゃなくて、オンラインの世界でいろいろ学べるようになって、あの本来の教育がそれにあの、キャッチアップまだできてないと思うんですよ。そのや若い 人たち自身がどうやってあのそういうテクノロジーとかオンラインコミュニティを接して学習してるかっていう研究テーマです。え普段僕その TikTok で学んだりとか私もほとんど英語は YouTube で学んだりとかもう本当に SNS で学校よりも SNS で学んでる人が結構多くてそれつながりがどう学習に影響するかってなって。 そうですねあのやっぱり私たち上位と私の世代だと何か新しいものを習いたいって言ったらやっぱり図書館行ったり学校行ったりあ先生探したりっていう手段しかなかったんですけど今はまあ最初は若い人たちだったんですけど今は誰でもそうやって YouTube とかインターネットを利用できるのでそういうあの環境で あの教育とか学校とかどういう役割があるかっていうのが今すごく重要なポイントだと思うんですよ。今そういった研究されてるのも小さい頃ジョイさんこう研究対象にしてたて、ね、<laughs> <laughs> で教えてもらってもいいですか。<laughs> ジョイはやっぱり小さい時からインターネットがないんですけどそういう学び方してたんですよ。あのやっぱり学校とかは 普段あんまりあの得意分野じゃなくて学校得意じゃないってなんかこう優しい言い方なのかわかんないけどね。そう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 。結局幼稚そうにあれ保育園からもう来なくてもいいって言われた。保育園首って初めて聞いたけれどもさね、逃げ出しそうそう毎日逃げたらもうもう来なくても。どうなんだってそれ研究された。あのやっぱり人類学者って自分が あのわからないこと好奇心があることミステリアスなとこを研究するっていうけど私は結構普通にちゃんと学校行って本読んでそういうあの、うん、学校好きな少女だったんですけど不思議な、うん、あの兄がいてこうやって自分で何か興味があるとガッとすごいあの学ぶんですけど学校の,あの項目とは全く関係ないあの興味を常に 新しいものを探したのであの、学校の方は結構ギクシャクしてたね、ずっとじゃそれはどうしてですか学校の教科と興味がなかったうん、あの、学校はまあ、僕の周りの学校は結構、あの、何のために学ぶべきってうんじゃなくてとにかく、あの、なんか命令に従うなんか、しつけみたいなものとあとは、いつか役に立つっていうものが多くてで、自分が興味があるものには うちにななったけど、なんか先生に言われたからって全然こうやる気が出なくてだけどだから僕も MIT に行こうと思ったら絶対やめとかとか言うてて <laughs> でもやっぱり <laughs> MIT のメディアラボは本当にみんな好きなことをやるっていう人たちの集団だったのでだからそういう環境があれば多分学校もできたと思うんだけど特に僕が学校行ってた頃っていうのは本当にあの 成績のために働くっていう感じでななとか受験時、うん、でそれはあまり分からない、うんなかった。アメリカ学校はアメリカでした。小学校とか小学校はアメリカで中学校ぐらいにこっちのインターナショナルスクールに男子のつくでジョイはその学校のそのトップダウンのあの仕組みも嫌だったけどあとそういう文化とか年齢の 同じ年齢の人たちとなんかただその場所を共有してるから一緒に学べみたいのが嫌であの、いつもちっちゃい時もインターネットがないのになんか気が付くと近所のその,なんかさかあの熱帯魚のお店のおっちゃんとお友達になったり「Dungeons and Dragons」のなんか30代の大人と。<laughs> あの友達になったりもあの今インターネットだとちっちゃい子でもそういうオンラインコミュニティとか都市関係なくゲームとかやってますけどあの、うん、あの頃はそういうのがなかったから自分からスカスカ友達を探しに、うん、そっかパソコンとかパーソナルなんていうコンピューター当時なん,なんていうんですか何パソコン<そ>パソコン持ってるか大人に駆け寄らない駆、うん、け寄ってたん いでも近所のおっさんとか探して、うん、コンピューターの,あの知ってるおっさんと友達でみんな結構不思議に思ってたのあの頃なんか<た>その12歳の男の子が30代のなんかコンピューターオタッキーの大人といろいろ趣味を共有してっていうのが結構上位は小さい時から。 そういう社会的バウンドリーはあんまり無視して勝手に好きなことをやってたみたいな。ただの,そのお兄さんじゃなくてなんかどういう,そそう存在でしたか、ね、お兄さんそういう興味を共有してれば変じゃないっていうのがあの今のインターネット文化はそういう感じなんですけど当時はあんまりなかったですね。そういういいすごい決まった趣味の み例えばスポーツならそのコーチのとのそういう関係は OK 学校だと先生の関係は OK でも基本的に子供と大人のコネクションっていうのはすごい限られた内容で昔,昔は日本の例えば古典舞踊芸能職人とかっていう,う弟子入りっていうのはそうじゃないだから多分昔は結構弟子入りがあった。 で,でだんだんこうマスプロダクションの教育とこう大量生産型社会になった時にそういう,こうスペシャライゼーションがだいぶ減ってなんかこう普通の人に教育を普通にするっていうふうになったと思うんだよね。そそうそう大あのでスタンダードなパッケージこ子供はこの,あのなんだろうあの算数と。 あの、国ヨとか決まったみんな同じものを学べっていうのがいつの、その学校の時代から始まってでも本来人間はそういうスペシャリティみたいな感じを持つのはすごい普通なんですけど今の社会はやっぱり大学とか大人になってからそういう興味を選ぶみたいな感じでじゃあその5歳から16歳まで何で みんな同じものを学べないかョ上位はそれを否定してたんですよ、小さい時から。はい、でも、二人はか、育った環境はまあ同じ。同じなの。うん、なんか、全然性格も学ぶスタイルが違う。なんかこう、ネイチャー vs. nurture じゃないけど、うん、どう思いますかその環境か、家かみたいな。 やっぱりそういう Learning Styles とか Neurodiversity って言いますけど学び方ってやっぱり個人差はいろいろあって上位はあの小さい時からすごく社交的でそんなソーシャルでコミュニティのコンテクストで学ぶのがすごくモチベーションにつながってて私はちょっと、まあ、ASD に近いちょっと1人で本読んで コツコツと学んで、上位がその社交的な、そういうソサエティのインターフェース、私のインターフェースだったんですよ、小さい時で、私はそう,いうやって、一人でなんか本、本本学校とかそういう学べ方がすごい。ただ、僕だからもう少し、こう、実情がないところはソーシャルで、でも学校のインターフェースは耳の方がない、だから先生はみんな耳の方が好きだった。ああ <laughs> ね、でもそういうやっぱりまあちょっとそういう ASD に近い部分がそういう決まりの中で社交的っていうのは楽あのそういうあのインプロバイスした社交的っていうのが上位の方が上手でそういうあの学校ってすごくそのインタラクションが規則的に決まってるのでそれは 私にととっっては楽だったあうちの母親がすごいやっぱりサポーティブでフレクシブルだから普通だったら僕はもう落ちこぼれだから変,変なやつってなっちゃうかもしれないしでもなんかすごい違うのに違いをサポートしてくれて同じ家だけでも多分お互い感じてる環境は全然違ったと思うんだよね。だからそれはすごくなんか感謝しなきゃいけないよね。 とさん、コネクティック・ラーニングプロジェクトについてもちょっと話してもらえますかあ、はいはい、これもやっぱり上位の学び方も考えに影響してるんですけどあの、まあ、コネクテッドっていうのはそのインターネットとかネットワークテクノロジーのコネクテッドとそのソーシャル社交コネクションを含めたあの意,味な意味なんですけどあのまあ テクノロジー関係なくジョイみたいにそういうアイデンティティとか好奇心とかあの興味が共有してその一緒に何か本当にコミュニティのために何かや,やりながら学ぶっていう学び方っていうのはすごくあのその知識とかスキルをの学びもあ,のあるんですけどリレーションチップも作り上げてコミュニティも作り上げる。 そのもっとオーセンティックな学び方っていう意味で、コネクテッド・ラーニングであのっていう概念なんですけど、インターレストドリブルというか、関心かドライブになって、なんかよくそうですね、ジョイさん、遊びが学びになるって本にも書いてま、はいうん、したけど、遊びが学びになると、っともっとこう深く追求できて、これなんか、ジョイさんみたいなようなやつだ <laughs> これ、ね、育ってほしいかどうか分からないけど。<laughs> えジョイさんはイ,インターネット時代の頃かからやってたんですかインターネットはだから最初にインターネットアクセスしたのは高校3年生だから卒業する前でそれ前はパソコン通信とか電子掲示板とか使っててでもインターネット最初に僕アクセスした時にはまだあのそれこそコンピューター数百台しかいなくてほとんど誰も使ってなかったのでそれが本当にこに学びに役に立つようになるのにはもう少し 時間たまあす、そうまあ、5年ぐらい経ったのかな。まあ、インターネットはそんな役に立たなかったけど、パソコン通信は高校時代、中学校からずっとやってて、パソコン通信でも結構いろんな人はいて、高校なんかでも教科書とか読んでても、あのー、見つかるんだよね、あのその教科書書いた人。そうすると嫌な学生で、あのなんか教科書書いた人に話をして、 で、授業中に先生、それ間違って、なんだわ、ああ、だってこれ書いた人、そう言ってたんだわ、すごい嫌なやつ、みたいな。でも、やっぱりそこが、そこもね、僕が学校、本当に嫌になった、もう一つなのは、やっぱりあのい、僕の学校の宿題は全部インターネットで、あのインターネットまあその前、パソコン通信で、いろんな人たちと議論してで、学校の先生よりも全然面白いし、本人と話してきてて、でも、それは全然、こう、 当たり前だけど先生は喜んでくれなくてそしてあのインターネットで学んだ方があの、まあ、自分には学びにつながるっていうふうに思った。ええ面白いですもそれ議論がもうできてて日本だとこう塾ああ塾した後に学校の授業をするのがつまらないってーい、うん、上んの場合そのもっと年の離れた人とかあと教科書の,、うん、その一番各の人に話を聞いたって <laughs> ななんでそういう思考回路に ネットでやっぱりいろんなこう細かいこうあのマニアックな世界があってでそれをこう好奇心があることを教えたい人がマッチングしやすくなってるのでだから昔よりもあの機会はすごくあるしあと僕も結構ゲームを通じていろんな人たちと会ってるので,で僕も今,今あの時間何パーセントかわかんないけど結構。 あの本当にあんまり知らない若い子たちからなんか面白いメールとか来るとやっぱり答えちゃうのでそういう関係はあの、まあ、性格と分野にもよると思うまあ女子さんの父がからさせたそのパソコン通信で今はネットじゃないですかうん、うん、でなんか私もまあ子供が生まれたんで<う>まあ子供とまと、あ、ネットというか子供とタブレットスマホの付き合い方って、うん、一生親の。 なんかも課題というか、どういうふうに付き合わ、うん、いろんな人がいろんなこと言ってて。うん、多分いろんなやり方があるけどね、ディプロにどう、なんかその子供とネットの向き合い方っ。結構コントロールバーシャルな意見。日本はよくわからないんですけど、アメリカだとそういうスクリーンタイムでも。時間制限みたいな感じで、いろいろ、あの、今まだ結構親が言われてて。そういうスクリーンをいっぱい使っているのは良くないみたいな、そういう親の。 プレッシャーみたいな感じになってて、でもやっぱりその時間制限っていうより、あの、クワンティティーよりクオリティー、何をしてるかっていうのが重要で、あの、やっぱりアメリカン・アソシエーション、ペディアトリック・アソシエーションもそういうスクリーンタイムとか時間,時間制限っていうより、そういうコネクションとか内容の良さとかを重視し,し始めて、でもその、 時間制限のダメージはもう大きくてあのどっちかっていうとそういう1時間以内とかそういう決まりの中でコントロールしてると、まあ、親と子どもとの,あのテンションも高まって逆にそれも悪くひあのファミリーの中で響いてるしあのやっぱりそのどっちかっていうとコネクション重視して例えば 一緒に何か見ようとかこれ面白いじゃないかあ何見てるのって親がそうやってコネクションって好奇心っていう体制で向かった方がすごくヘルシーなあの結果っていうのが多分あのだんだんそっちの方向に変わってきてますねでやっぱり常に今はタブレットだけどこれからはあのロボット AI とか普通に会話で子どもたちも どんどんコンピューターと接するようになってるのでやっぱり親はいつも子どもから学ぶっていうスタンスじゃないと多分親がこうしなさいしなさい1時間や2時間までみたいなそういうあのポジションだともうなんかあの子どもが呆れてしまいますよね親がわからんちでその親のそういう古い 観点からコンンントロールしてるとそのの世代間のテンションがどんどんん高まっていくやっぱり信頼関係って誰でも必要だけども親子ってすごく必要で,でこれ自閉症のうちくんやってるフロアタイムもそうなんだけどもやっぱりその子が何を持っていてなんで,で楽しいのか理解してそして一緒に理解してるっていうことも共有してでそこから拡張していったり。 こっちに誘導していったりっていうのはありだけども、分かってないくせにってなっちゃうと、絶対言うこと聞かないよね。で、言うこと聞かないふうになると、どん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 こう敵対関係になっていって、で、反抗になってくると思うんで、そこでさらに1時間だっていうと、もう、じゃあ、い,いかに親が嫌がるものをこの1時間でやろうかって必ずなっちゃうので、だから、やっぱり昔は親って信頼されてなくても命令すればいいっていうふうに思ってたかもしれないけども、やっぱりそれって。 中長期的にはあのそので俺,俺も親に言われたみたいな。でもそれはあのさっきの,あのディベロップメントでもそうだけれどもやっぱりそのあの、まあ、コーチみたいな立場に親が絶対なった方が特にこんなに技術がいろいろ変化してる中で本当に分かってないことを親は平気で言っちゃうのでそうするともう全然ダメだよねと僕は思うで。上位もやっぱり小さい時すごい不思議な新しい 趣味パソコン通信とかうちの親が全く知らない世界に興味持っててうちの親もその辺珍しかったと思うあ自分もやっぱり上位から学ぶもうまだ12歳とか13歳の子供なんだけどえー、面白いねで上位もあのそうだけど子供はだは大体親が本当に興味を持って いろいろゲームだの、ファンダムだの、アニメでも何でも、本当に親も好奇心持って、あのそうやって会話すると、子供はすっごく嬉しいんですよ。だからこう、親がゲームは1時間だけみたいなね、その内容全然興味持たないと、もうそういう、なんかあの、ネガティブに出るんですけど、そうやって、何あ、これ、私のちっちゃい頃のこれ見たいとか。 会話になると、子供たちももすごくもう、君マイプレイグラウンドの研究でさなんかストリートファイターをあのプレイグラウンドの学校にやって、うん、そしてなんか表面はあの暴力だからきっと暴力が増えるだろうと思ったらなんだっけ女性の方がこれで勝てるようになってこうプレイグラウンドのバランスが良くなったとか結局表面がバイオレントでも実は裏は あのコミュニティが必要だったり、なんかそういう表面しか見てないんだよね、案外親でそういう、まあ、ちょっと嫌な部分もあれば、どっかにいい部分もあるので、どの遊びでも、親がそうやって本当にあのコネクションを持てば、そういういい面を引き出せるんですよね。日本だと、マインクラフトはよくて、それはいいけど、 ただ YouTube を見せるのはダメとかはははいはい、はいよりこうインタラクティブがあるものはいいっていうのが、うん、一般的なおやりなんですけど具体的にどういうネットの遊びとかどんなものを使って何をさせた,させたら一番ラーニングにいいと思う、はい、やっぱりそのプラットフォームとか時間っていうよりまあ、YouTube も例えばさっき話してたみたいに学びのプラットフォームになってるのでだから YouTube で何か クッキングとかクラフトとかいろいろ学べるしマインクラフトもあのそういうあのクリエイティブな使い方もあればただなんか殺し合いみたいな遊び方もあるので <laughs> やっぱりそのなんだろうあの一つのプラットフォームでも親とかそのお兄さんお姉ちゃんたちとそういうポジティブな学び方を引き出さないとただテクノロジー だけに集中してるとそのコンテクストが見えなくなってきてるような気がするそこはちょっとだけも親の勘というかそこちょっと介入が必要ですかそうですねでも難しいところがやっぱり親今の私もそうだけど本当にマインクラフトを学べるとかあの親が全部フォートナイトとか全部はあのこなせるわけがないなのであのコネクテッドダーニング系の ジョイも今、パートナーしてる Connected Camps というノンプロフィットの,のプログラムがあるんですけどそうやってやっぱりこの野球とかバスケとか考えるとただ子どもたちが勝手に遊んでるわけじゃなくてで親が全部バスケとか野球自分でこなしてるわけじゃないけどちゃんとそういうなんかお兄さんお姉ちゃんたちとかコーチがいる。 そういういコンテクストを作り上げてるじゃないですか。で、その中で、そのバイオリンでもバスケでもそういう趣味を。でも、デジタルの場合、そういうのがなくて、ただ子供が勝手に自分で遊んでて、親は、ああ、どうしよう、良くないのか、どうしようって、あのギャップがすごい広がってる。こ o だけ e c の場合は、大学生のそういうカウンセラーをあのリクルートして、トレーニングして、その、あの、 もっとちっちゃい子どもたちとあのマインクラフトを遊んで、えっコネクティブキャンプはどういうプロジェクトそのマインクラフトとかローブロック x とか e スポーツのゲームをあの,のそういうサマーキャンプとかアフタースクールのオンラインの,あのプログラムでそういう大学生があのそので大学生はもちろん自分もゲーマーだしちっちゃい頃からマインクラフトをしてるか本当に趣味の。 つながってる若い人たちがちっちゃいことそういうコーディングとかあのクリエイティブなマインクラフトの使い方とか e スポーツでもただあのオンラインで遊ぶんだ,だけじゃなくてそういうスポーツマンシップとかあのいいところを引き立つようなプログラムを作ってるんですよ。なんか日本の子供たちも日本本のの子子供供もっっっっててやっぱすすごごいいゲゲーームムおしゃが 集中してやるとやっぱりゲームにもマイクラフトみたいなこうい,い,いいゲームとあってやっぱりその今ちょうど今週から <laughs> あのあのパイロットプログラムをあの東京都市大学の岡部先生があ担当してるんですけど初めてあの早稲田と東大の大学生をリクルートして。 始まったんですよまだ小規模なんですけどジョエルもサポートしてくれて,て、うん、そう千葉恒大とも一緒に入ってうちの変革コミュニティメンバーも多分参加したいってっそうそう今ちょっとトライアルで今やってるんですけどでもやっぱりまだ一回しか会ってないんですけどあのやっぱりみんなもう家ではマインクラフト遊んでるんですけどそういうなんかちょっと年上の。 マインクラフターとあ,あと Zoom とかをと一緒につながって遊ぶのはみんな初めてでやっぱりそうやって普通に家であの子供だけが遊んでる経験とはかなり違うみたい。うん、藤郎さんあのニューロダイバーシティの観点、うん、コネクティッドキャンプスと相性が良かったりしますか基本的にそうだね。あの池上先生が あのやった研究ではやっぱりオンラインだと自閉症スペクトラフの人ってこうやっぱり目合わせなくてもいいとか結構こう分かりやすかったりこうコミュニケーションしやすいのであとコロナでもちょっと引きこもり系の人たちもオンラインによってずいぶん参加できるようになったのでそういう,こう相性はいいっていうのはあるんだけどもでも確かミンミの方でも最近そういう研究してる人たちもいるってなんかこなか思え コネクティッド・カムスって特にネロダイバーシティを考えてデザインしたわけじゃないんだけどやっぱり最初から結構あの自閉症とか ADHD の子どもが多いあのまあホームスクールで多いのもあるかもしれないけどやっぱりジョーイが言うようにそのあのソーシャルなコミュニケーションがそういうアクティビティの中でできる。 あのでタイピングとかそういうちょっとあのなんか接続が楽っていうファミリーなが子供も結構行って多いですねどっちかっていう一般一般の教室よりそっちよりの子供たちが多いですねであの私の PhD ス t ューデント that Kate r i あのがあの PhD thesis であの研究したんですけど、アートクラフトという、もう本当、自閉症の子どもたちとファミリーのためのマインクラフトサーバーがあるんですけど、やっぱりその、あの、彼女の研究によると、そのコンテキストはすごく、あの、なんだろう、まあ、サーバーはそれなりにいろいろ工夫してるんですけど、その自閉症、 の子たちには居心地がいいソーシャルなコンテクストだっていう研究をしてました<か> <laughs> ジョーさん学校作ってるじゃないですか、うん、教育とかどうやってどう,いう変わるの、うん、あの難しいのが多分あのたくさん子供もいるしたくさん人はいるので一部の人は結構乗ってくると思うんだよねあの今親とか話してても結構いるんだけどもただ必ずしも一番 こうそういうのは必要な子どもには一番そういうの好きな親がこうマッチングされてないのでだから多分こうあのオープンマインドの親は結構すぐついてくるしでやっぱり話してるとすごくやっぱり気になってる親たくさんいるのでだからそれは,は一部は流行るただじゃメインのところが変わるかどうかっていうのとあとは国が変わるのかどうかとか。 あの障害者なんか、あ普通にたくないじゃんみたいな、こうすごい差別的な気持ちを平気でまだ言える日本。で、僕も学校を作ろうって言って、この自閉症型の自閉症スペクトルの子と普通の子も一緒の学校をやろうよって言って、もうやっぱり一部の人は、でも普通の子の親なんかそういう変な子がいる学校に送りたくないんじゃないのって気持ちも、なんかこう、普通にこう、普通だと思うような人たちが結構たくさんいるから。だから、あのー、 分かる人は分かる、だけど、やっぱりフェアネスからするやっぱり一部の親が、一部の子だけに、なんかいいことが起きるのじゃ全然足りなくてで、その大きいソーシャルムーブメントっていうのは、多分学校作るっていうのも重要なんだけども、もう少しこうコミュニケーションとか、こう社会変革をしなきゃいけなくてで、これは結構難しいんだよね、こう他の人に、いや、そんな学校に子供を送りたくない親を、なんか説得するのとか、あとスクリーンの話も。 賛同してくれれる人はいいけれども、でもあの、無理やり子供にスクリーンを渡しちゃうと、多分摩擦が起きるので、だから、そこが僕、一番、なんだろうねこう、いろいろこういうの言ってても、うん、こう乗ってくる人はいいけど、乗らない人を強制するのも難しいし、ここが一番僕、なんとなく心配。お2人公立公、公立に行かれて、公まあ、ちょろっと夏とかの時は日本で行ってね、アメリカはずっと中学校までは公立だったんだけどね。 日本の公立の教育についてがありますか、うん、意見。<laughs> 日本もアメリカもやっぱり、その教育、特に公立はなかなか変わらないんですね。あの、ジョイも毎回言ってるんですけどあの、学びはもう完全に変わってるんですけど、教育は変わらない。が 一般の人、それは本当に変わってると思うんですよ、あのどうやって学ぶあの、子供でも大人でも、もうインターネットとかソーシャルメディアによってあの、もう完全に変わってるのに、教育はやっぱり学びだけじゃなくて、そのオプ ortunity、子どもを、なんだろうあの、セレクションとか、ステータスとか、そういうポイントを。 あのアサインするっていう役割があるかどうしても変わらないんですよやっぱりこう親も一生懸命働いて子供を学校に送ったらやっぱりなるべく成功の確率を高くしたいっていうのででもそれって本当に社会構造から変えなきゃいけないから大変だけどもでもでもやっぱり変えていかないと全然あのいろんな重要な学びとか進化が止まる由美さんがとうございましたありがとうございました。